トー・ジョンソンはアメリカ合衆国の俳優、プロレスラーである。1903年、スウェーデンのカルマル県に生まれる。プロレスラーとしても活動していたが、大柄な体格を生かして1934年に、レジスタードナースの早くで映画デビュー。その後も様々な映画に出演して、キャリアを積んでいくが、 アメリカ史上最低の監督と呼ばれ数々の B 級映画の監督としても知られるエドウッドと知り合い、彼の代表作でもあるプランキュー・フロム・アウター・スペースなどの作品へ出演。後に彼が演じたキャラクターのフィギュアやマスクなども作られるなど、現在においても SF 映画の俳優としても人気がある。当時は低予算の映画に数多く出演しており、 あまり日の目を見ることは少なかったが、アメリカ国内のテレビ番組やコマーシャルなど映画以外の媒体でも活躍した。1994年にティム・バートンが監督でエド・ウッドの監督障害を描いた電気映画エド・ウッドでは、名優・ウッドをジョニー・デップが演じ、ジョンソンを同じくプロレスラーのジョージ・スティールが演じた。1971年、 カリフォルニア州のサンフェルナンドで心不全のため死去。67歳だった。ありがとうございます。